おはようございます、こんにちは、こんばんは、じゅんこまつです。今回の動画は2019年に京都府宇治市で発足した絵画サークルで、その第1回目の絵画展にツイッターで知り合った方に招待していただいたので、宇治市宇治またぶりにあるフリースペース宇治日和さんまで行ってきました。より多くの皆様にこのサークル活動について知っていただきたく、撮影や取材の許可をいただき動画にさせていただきました。それではごゆっくりご覧ください。
いかがだったでしょうか。個性豊かで躍動感あふれる素敵な作品の数々でしたね。絵や動画をゼロから作る、趣旨は違えど試行錯誤し、より多くの人に見てもらい楽しんでもらう、同じものを感じました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。絵画教室彩り講師の稲垣さんのツイッター、京都の絵描き米半こと米田良一郎さんの YouTube チャンネル、ツイッターは説明欄にて。それでは最後にお知らせがあります。Thank you.